行くんだ。構うもんか。もう限界だ。あいつらみんなぶん殴ってこんな家出てやる。まだ早い。二人だけで食っていけるほど俺たちに生活力があるか。飢え死にするだけだ。じゃあ盗賊にでも治るさ。この家を真っ先に狙ってやる。シン、なんだよ。そんなもんになるために今まで鍛えてきたんじゃないだろうが。バカかお前。わかってるよ。冗談だろ冗談。なんだてめえ、まだなんかあんの。すごいショー、早く急げ、えらいことになったんだ。え、これって昼間のヒョウくん。ヒョウくん、ささヒョウくん、急いで急いで。おい、俺は。お前は納屋で仕事してろ。え、ヒョウよ、このお方は将軍君様とおっしゃって、新国内にて有力な貴人であり、王宮にはべる大臣のお一人であられる。王宮にはべる大臣。今日をもってお前はこのお方にお見受けされることとなった。今日よ、明日よりお前は王宮で働いてもらう。私が王宮で。そうだ。あのよく意味がわからないのですが。王宮内のことはここでは話せぬが、任を受けて極めて重要な職務についてもらう。では私が仕官できるということですか。さよう。急ですか。すげえ、すげえ。シンは、シンも一緒に。シンは私と同等の力があります。いいな。わしが連れて行くのはただ一人、ヒョウ、お前だけだ。どうしたヒョウ、早くお引き受けせぬか。すみません、どうか一日のご猶予をくださいませ。気持ちを整理したく思います。お前何を。わかった、また明日参る。シン、シン、どこだ、シン。なんですぐ引き受けなかったんだ。田舎村の下僕がいきなり王宮で仕官なんて夢でもありえねえ話じゃねえか。何がどうなってるのか、さっぱりわからないが、俺は自分の力で一歩一歩のし上がっていくためにこれまで鍛えてきた。
こんな裏道使うためにお前と切磋琢磨してきたわけじゃない。バケ！なんて言わないぜ、シン。俺は行くぞ。当然だ。やっぱり強いな、お前。当たり前だろ。これならすぐに会える。とっとと追いついてこいよ。二人の行き着くところは同じだぞ。分かってな。あっという間に追い抜いてやるぜ。